間違えた。ストレートエニアグラム二等辺のユージアデッチュ。あ、可愛く噛んじゃった。その後やりづらいですよ。はい、T 隊長です。T 隊長です。はい、すいません。いえいえ。ちょっとあの、はい、手越くんリスペクトが、はい、はい。手越くん、うんうん、あのインタビュー対象会見ありましたね。うんうん、で、手越くん何タイプか。うん、やりたいと思う、うん、ちょっと不利ですね、この週があまり日が経ってくると皆さんが手越くん手越くんって上げていくので、うんうんうん、あれなんですけども、うん、ちょっと我々もエニアグラム的に手越くん何タイプに見えたか、うんうんうん、すいませんちょっとやりにくいこと、はい、すいませんてとか言っちゃってすいませんね。大吾さんがあまりにも褒めるから、うんうんうん、可愛く噛むのがいいってちょっと噛んでみました。そこに乗っかってみた、乗っかってみました、うんうん、何タイプに見えました。7か3か。そうなんですよ、うん、私もなんかあの退職会見を見ていて、うんうん、なんかあの将棋の千日手、千日手っていうのはなんかその、うん、毎回やっても同じ形になるっていう、うん、なんか見ていてあのいろいろメモってたんですね、うんうん、見ながら、うん、見ながら手越くんが何か言うかをメモっていたんですけど、うんうん、毎回どんな質問をしても、うん、同じ言葉になっていくんです。ああ、分かる気がする。2時間、その、うんうん、何か聞く。で、わーって答えていくと、うん、最終的には、僕は破天荒なアイドルで、これから頑張ります、うん、っていう話に修練されていく。うんうん、これ何だろうと。うまいな、こいつと。うんうん、こいつ、ごめんなさい。手越くん。うまいな、この人と、うんうん。で、その、思ったのは、なんか新しいチャレンジがあるとか、うん、これもやりたい、うん、ボランティアがしたい、うん、SNS がどう、 YouTube がどう、うん、作詞作曲した歌も出したい、うん、やりたい、うん、7かとこれ単純ですかね、これ、うん、まっさんも結構そういう儲かりそうなことを全部手出していく。なるほど、うん、ただその出た儲かりそうなって言っちゃいかんかなと思ってで出たワードが、うん、例えばそのジャニーズで15年いた、うん、出るのは怖いと思う、うん、これはまあその計算で言ったのか、うん、本心で言ったのか、うんうん、怖いと思う。要はなんかあこれは思考タイプの未来が怖いかなとか、うん、でもあこれ多分ウィングじゃないや、本能のサブタイプとかも関係してくる部分なので、はい、7とか結構挑戦的だったりするじゃないですか。リスクそんなにリスクを取らなければ成功できないとか心の中で思ってたりするって、なるほど、言ってたりするんで、あえてリスクを取るのが好きだったり。ただそのなんか会見で、うんうんうん、やだちょっと楽しげなんですよ、うんうん、ちょっとその場も楽しんでるみたいな、うんうん、その手越キャバクラっていうパワーワードを自分で出したり、うんうん、その言います32歳で子猫ちゃん、うん、今でも愛してますみたいな、うん、32歳アイドル破天荒、うん、ファンのことを子猫ちゃんと言ったよみたいな、うんうんうん、こんなん小沢健時代ですよ子猫ちゃんと呼ぶなんて、うんうんうん、でもう僕はごめんなさい、ちょっと決めつける傾向があるのか、うん、ヘレン・パーマーさん、うん、9つの性格で自分が分かる、うん、相性が分かるっていう中に手越くんがいたんですよ、うん、タイプ7楽しさを求め計画する人、うん、タイプ7の世界は未来を明るくするような理想や空想、うん、冒険や計画などで満ち溢れていますと、うんうん、なんかそんな感じしませんでした、まあ、楽しみですみたいな。でも3もするかなって思ったんですよね。確かに自己主張は自己主張ですよね。でタイプ7はやりたいことがいつもたくさんあるため、うん、めったに退屈しませんと、うん、と書いてあって、スケジュール帳でなく心の中も計画でいっぱいで失望することはめったにありませんと、うん、他の選択肢に目移りして、あ急に新しい発想が思い浮かんだりします、うんうん、7じゃん短絡的ですかね。かんそこだけで、あそのなんか行動は似たような感じでも、ああいう感じ3でもああいう感じになることはあるかなとは思ったんですよね。あとその、うん、ナルシストっていう面、うん、
エニアグラムではナルシストの傾向にあるタイプがありますと、うんうん、タイプ8、強さを求め、うん、自己を主張する人が強さを誇示するナルシストであるのに対して、うんうん、タイプ7は物事を自分に置き換えて考えるタイプのナルシストですと、自分もどちらも自分の望むものはよく分かっているのに他人の欲求や要求には無関心ですと、タイプ7は自分が楽しいことは他の人も楽しいと思っているので、その考えを疑問視されるとショックを受けますみたいなことが書いてあって、なんかその手、まあ求められたとはいえね、やるんですかとかって、3、8、8ありますかね。 8はまあないです。あ、でも8もやるかもしれない。手ってやります？やれって言われれば。なるほど。あのうちの親父とか何だったかな、はい、気合いだ気合いだって、はいはいはい、あれを職場でやれ、あ、わははっていうのを朝礼でやれみたいな感じで、その決まったそれのリーダーとしてまず代表でやらなきゃいけないみたいなことでやったって言ってましたね。そんな恥ずかしいな僕。僕も恥ずかしいけど、やれって言われれば。あとやっぱり自己主張、僕はごめんなさい、勝手にもうタイプ7じゃんって、ちょっと決めつけて見てましたけども、はい、僕のまあ元々の印象はタイプ7、やっぱりいろんなことを提案して、いろんなこと、まあ、楽しそうじゃないですか。楽しそう、あの、いろいろあのイッテ Q とかにも出てるじゃないですか、やっぱりどの VTR を見ても、楽しそうなんです。楽しそうですよね、心から楽しんでるみたいな、で逆に僕あの第5の動画を見て、あさんかもしれないとか、あ、全て計算して、ああいう方、あれを計算してやってるんだとしたら3の可能性は、3でも計算すればああいう感じになるかなと思ったんで3もあるかなと思ったんですよね。そう、確かに。あれを素でやってるか計算してやってるかっていうところですよね。でもなんかその、イッテ Q から見てた手越くんだと、なんかその心の底から楽しいんですよ、僕っていう、でなんかそのある著名な占いの人に、あなたは落ち着きなさいって言われるみたいな、タイプ7じゃんって。そうなので、まあ印象的にはタイプ7なんですけどね、ただタイプ3戦略もある、戦略なのか確かにそんなっていうのは、まあ僕には分からない部分なんで、先に堀江もさんに声をかけていた、本当かどうか分からないですけども、N 国党の立花さんも手越くんに相談を受けてましたみたいなことを挙げているんですけども、確かにそのいろんな人に知識を集めて計算でやってたんだとしたらすごいですね。そうすると、まあ3のっていう、まあ3の可能性も入ってきたみたいなところですよね。あの2時間誰にも負けない議論を展開する、そうそう、あの辺はこう3もああいう議論得意じゃないですか、全てを自分のアピールに使う。そうそうそう、全て、そう、大悟さんの動画を見る限りあれは全部自分のアピールに使ったみたいな、はい、マイナスなことも全部プラスのアピールに変えていったみたいなことを言ってますね、大悟さん。で、はい、アピールが上手なのがタイプ3ってとこじゃないですか。なるほど、で、あれがたまたまタイプ7の楽しいアピールをしてるのがいいアピールになっただけなのか、それを考えてやってるのかでタイプが違うかなっていう感じの受け止め方で3が入ってきたみたいな。だからあの第5さんの動画を見なければ3は入ってこなかった可能性は。なるほど。はい。で、もともとタイプ7だって思ってた。私ももうタイプ7じゃんって思ってました。まあ僕の知ってるのはイッテ Q しか知らないですけどね。あ、もし私もイッテ Q と、そうですね、確かにイッテ Q の姿しか知らないんで。あとはまああれがあってからいろいろ歌の動画を見ました、歌がうまいっていうのを聞いて、めちゃうまい、確かに。で、まあ、僕は7だと思っていたので、そのもしかね、これ、ご本人が見ていただける可能性もあるじゃないですか、まあ、もしかすると、ね、もしかするなんで、タイプ7だとすると、言いたかったのは、落ち着いた方がいいとか、あの
落ち着きましょう。タイプ7の、統合の方向がタイプ5、うん、集中するでしたよね、うん、要は自分がやりたいことを一つ掘っていく、うんうん、まあ、このタイプ7の良くないところがこう中途半端になるってことじゃないですか、はいはい、いろんなものに手を出しすぎてっていうのがよく指摘されています、うん、はい、多分時間も足りなくて中途半端になるみたいな、はい、で常に新しいものが楽しそうに見える、うんうんうん、はい、っていうところなので、まずこう一つのものに熟達しましょうみたいな、はい、で健全の方向で段階1になると、うん、物事を俯瞰して、うんうん、上の方から見てみんなが楽しそうにしてるっていうのが見えるらしいんですけども、うんうんうん、なんでそのぐらい、うんうんうん、俯瞰し、いや、熱中するんじゃなくて、うん、俯瞰できるぐらいまで掘るといいのかなって、うんうん、そうですね、思ってます、はい、でまたはタイプ3だとすると、うん、手越さんがタイプ3だとすると、うんうん、統合の方向はタイプ 6なので、まあ、調和ですよね、はい、あの、うん、仲間を大切にする、うんうん、一人で突っ走るんじゃなくて、うん、仲間を大切にしましょうと、うんうん、でもなんかその見ていると、いや、ニュースのメンバーを大切にしてたようにも見えたんですけども、うん、出るっていう行動がどうだっていうのは、うん、まあ、ネットでも挙げられています、うんうん、なんで確かに3と7っていうのはどちらかあるかもしれないですね、うんうん、なんかその逆にその2つ以外にが見えにくいですよね、はい、うん、なんで手越さん、うん、タイプ 3もしくはタイプ7ではないか、7、うん、まあ7、僕は7かなっていう、あの楽しそうな、うんうん、まあ、僕も、まあ、元々の印象が7なので、結構第一印象って当たるかなとか思ってたりするんで、はいはいはい、うん、まあ、なんか7ウィング8みたいな感じじゃないですか、なるほどっていう、まあ、僕の印象は7ウィング8、うん、8っぽいところもあるじゃないですか、うん、文句は全部俺に行ってこい、まあ、僕もネットで調べたんですけど、はい、文句があるのは全部俺に行ってこいみたいな、ニュースに関する文句は全部俺に行ってこいみたいな、なるほどっていう、ちょっとボスっぽいところもあるんで、っていうのをネットで調べたら出てきたんで、7のウィング8、真に世界を楽しみ、うん、最も広い意味で物質主義的ですと、うん、迅速かつ衝動的であるため、往々にして物質的成功や名声を得ます、うん、彼らは人生で欲しいと思っているものを何としてでも手に入れようと心に決めています、うん、戦略的に考え、自分の力量や手段を速やかに駆使して欲求を追求します、うん、彼らは気取らずに現実的でタフな心の持ち主です、うん、まあ、メンタル超強いって言われてますよね、メンタル超強いってで、ユーモアの感覚は辛口で突飛な感じがあります、うん、上沼恵美子さんとかさ、うん、あ、まあ、でもそんなウィング8っぽくないですか、3っぽい要素もこう入って成功を見つけてみたいな、入ってきてる、まあ、で、ね、まあ、やっぱりそうなると注意点としては、やっぱりその、うん、まあ、一人でいることを恐れない彼ら、うんうん、で自分自身の期待や許容範囲がはっきりしている、うんうん、で率直であるんですけども、うん、やっぱりその無遠慮であったり、うんうんうん、人を押しのけてでも自分が欲しいものを手に入れるっていうところがあるので、うんうんうん、その無常になることがある、うんうん、まあ、無常っていうのはそのタイプ3っぽいその合理的なところっていうところですよね、うんうんうん、やっぱりそうなると7の8っていうのが7の8が一番強い感じがします、ね、あるのかもしれないです、うんうん、なんで手越さん聞いてくださいと聞いてくださいとあのタイプ7は集中する、うんうん、あとは強すぎるところがあるので、うんうん、周りにも目を向ける、うんうん、いかがでしょうか、はい、見てくれたら超嬉しいですよねありがとうございます、うん、エニアグラム本を読むもよし、うん、呼ばれればいつでも行きます呼ばれればどこにでもどこにでも行きますともします、はいはい、ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございます。